こんばんは、ドクターネックです。さあ本日2023年6月の2日ピックアップガチャが来ております。ウェコムンドガチャセレクト2、はい、ドルドーにピックアップ当たるまでいきたいと思います。他は誰が出るんですか。アイゼンテルね、いつのキャラですかね。さあサグッと20連で出てくれました、ありがとうございます。今後も頑張っていきますんでよろしくお願いいたします。じゃあ久しぶりにあれをやるか。宣言通り20連ありがとう。これ3匹来たら拒絶してください。いつから錯覚していた。久々のアイゼン様演出。ご命令に従い頂戴いたします。ねむ、たまには単発これポチポチで、あの3体来るからね。ここだ。他人の戦いに手全然来ねえ。最後2個来るのか。ご命令に従い。目が見えない時のあなたならこの程度の一撃はかわしていた。残念。ねむねむ周平。過去に疑問があるのかい。すげえな。ご命令に従い頂戴いたします。いやひどくない。アランカルセンテシーモテルセロ、このドルドーニ様が貴様をここで叩き潰してくれる。よかった。はい、ドルドーニー確定枠どうしようかな。確定枠 20% でドルドーニ。いや必殺技ルール上げたいとこなんですよ、ドルドーニはね。体力30%アップなんで、どうしよっかな。でも他が当たっても残念すぎるんだよな。しかも今後まだノイトラのピックアップとかも引かなきゃいけないし、やめよう。はい、ドルドーニ当たったんでやめよう。あら、ドルドーニが受け取れない。無事。ドルドーニゲットできましたと。買おう。行くぞ。アランカルセンテシーモテルセロ、このドルドーニ様が貴様をここで叩き潰してくれる。はい、じゃあこれで僕はあとは12日にノイトラピックアップが来まして、
中旬を前にコンプリートできますと。そうですね。はい、これからも頑張っていきます。いやー、今日は課金する予定はなかったんで無事にゲットできてよかったです。はい、今回はここまで。短い、いいよ、短くていい。はい、以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。